舞鶴都市圏とは、舞鶴市を中心とした経済地域の総称。舞鶴経済圏とも、舞鶴市単独の場合と、福井県大井郡高浜町を含む場合がある。高浜町を含む場合は、都市圏人口は約11万人、人口集中地区人口は約7万人となっている。2012年3月に国土交通省近畿地方整備局がまとめた。 近畿県の広域連携に関する調査報告書では、周辺市町村との通勤、通学率を踏まえて、舞鶴市のみからなる都市圏として設定されている。また、地方都市圏のうち、小都市圏の類型に分類されている。京都府の都市圏はこの他にも丹波地区の、福知山都市圏、山城地区の京都都市圏があり、深田家でも3都市圏が存在しているが、 同じ京都府山城地区であっても八幡市と木津川市の2、市は大阪都市圏であるなど京都府に関係している都市圏は全部で4つとなっている。舞鶴赤十字病院都市圏の中心となるべき、舞鶴市は高等学校等の教育機関が国立1校、公立2校、私立1校と少ないため、統計上、昼間人口の吸収率は必ずしも高くないが、 京都府中丹地方を統括する京都府中丹、広域振興局や府北部唯一の、舞鶴年金事務所や近畿財務局、検察審査会等が立地、また、京都地方裁判所舞鶴支部は、北部四支部の中で唯一、地裁の合議事件、未裁の少年事件を受け持つなど行政、司法の中心地である。また造船、ガラスといった日本でも、 有数の重工町大産業の大規模工場も立地しており、雇用都市圏を形成しているとともに、医療先進地として、舞鶴医療センター、舞鶴共済病院、舞鶴赤十字病院、私立舞鶴市民病院、自衛隊舞鶴病院などの大規模病院があり、日常的に近隣市町村のみならず、広域からの人口流入が多い。なお、 軍港及び国際貿易港たる舞鶴港を有し、海上自衛隊舞鶴地方総幹部や、第8管区海上保安本部、国土交通省舞鶴港湾事務所など、日本海港域を指揮監督する海事機関があるのも特徴の一つである。都市圏の中心地となる舞鶴市は長らく軍事、行政の中心都市としての位置づけられてきたが、近年においては、 商業都市としても発展しつつある。2011年現在、北近畿では、最大規模の総合ショッピングセンター、ラポールや、バザールタウンマイズル、佐藤マイズル店などが、大型商業施設が立地、また通称、白鳥通りや国道27号を中心に、ニトリマイズル店、山田電機、テックランドマイズル店、ベストワンマイズル店や100万ボルトマイズル店など、 郊外型大型店や、洋服の青山や、オートバックス、アベール、スシロー、丸亀製麺、米田コーヒー店など、ロードサイド型店舗などが多数立地し、福井県や丹後地方からの近隣からの流入も増加している。また東舞鶴駅周辺にも、ケーズ電機東、舞鶴店や、ココス東、舞鶴店、イエローハット東、舞鶴店が立地している。 商業統計に見る小売業の年間商品販売額は、府北部では最大であり、京都府下でも京都市、宇治市に次いで、第3位と行政都市圏としてだけではなく、商業都市圏としての一面も垣間見られる。なお工業に関しては、倉谷工業団地に健康マヨネーズ、西日本工場や和幸産業舞鶴工場が進出するなど明るい話題がある一方、 大和宝石舞鶴工場が生産を中止するなどあり、工業統計における生産工も一進一退である。今後は国際貿易工たる舞鶴工を中心とした産業育成を急がれている。日本海側でも有数の国際貿易工の舞鶴工を中心に重工町大産業からなる。工業製品出荷工は舞鶴市が約2200億円となっている。 商業大型商業立地の遠隔工業舞鶴市、高浜町1990年以降、舞鶴市及び高浜町では、積極的な企業誘致を行っており、ここ20年間で13社が進出ないし進出を表明している。逆に進出した3社が工場閉鎖及び生産を休止させており、必ずしも順風満帆とは言えない状況である。 ただ高浜町の工業団地は完売しており、現在は、舞鶴市が残りの工業団地や工場閉鎖跡地などへの企業誘致を行っている。金本義継、徳岡和幸によって提案された都市圏。細かい定義等は都市雇用圏に即する。一般的な都市圏の定義については都市圏を参照のこと。ただし、三菱 UFJ リサーチ コンサルティング株式会社による調査だと、高浜町は含まずに、舞鶴市単独の都市圏となっている。北近畿地方は、兵庫県北部、京都府北部の一府一県にまたがり、東西のつながりは極めて希薄である。そのため、舞鶴都市圏の他にも福知山市を中心とする、福知山都市圏、兵庫県田島地方の中心都市である。 豊岡市を中核とする豊岡都市圏などがあり、それぞれ独立して証券を維持している。ありがとうございます。